1番です。江戸川先生来た。先生来た。うん。8番さん、転校お願いします。来た。よし、行こう。あ、俺ですかね。8はいます。やばい。はい、行きましょう。役職ブロッカー入れます。全員揃ったので、軽くルール説明したいと思います。初日占いは口頭のみ OK で、2日目以降はチャットでお願いします。雑談考察は、基本なしでいきたいと思います。ハンター発砲画面の時に、役職しか示そすののはやめ絶て対やくめだてくさだい。さい。何か嘘で質もや問あめりてくまだすさい、それが。じゃあ始めたいと思い C ます。はあり？C はチャットあり？ん？待て。はい。んって言ってるよ。江戸川先生が。大丈夫なの？大丈夫？やばい、役職まもブロッなク、くゲームスタートです。身分を確認してください。大丈夫なの？江戸川先生、んって言ったよ。大丈夫かな？夜が来ました。始まっちゃった。目を閉じてください。これもう絶対俺初日釣られたくない。俺あんまいらないこと言わないわ。いらないこと言わない。ちょっと変に黒塗りすると釣られたりするんだもん。江戸川先生とできるの嬉しいな。一番ね、全部部屋がやりたいランキングナンバーワンだからね、江戸川先生は。いや、本気で行くから俺。もうコメント見てないからね。こんばんはとか来ても言えないから、俺ガチで考察するから。けどあんまり喋らない。あんまり無駄に喋ると俺は朝が来ました。軽く昨夜は誰も死にませ一番だんけでやめてくれ。9番よしよしよしのプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人 GA アホの子なのです。そうですね、1番目の一巡目ってということで進行論述べさせていただきたいと思います。初順目、そうですね、最初の順の人は印象論、感情論とか進行論もろもろ含めて、多少色付けしていっていった方が高順が、考察が伸びていくと思います。後ろの順の人はそうですね、白黒理由をきっちり添えて、発言していってほしいです。高順が、発言が伸びないかった場合、初順の人が余計伸びずにこうなんかループになってしまうと思います。でここちょっとルール説明ちょっとあんま分かんなかったんですけど、 COCCO チャットはありなんですかね。1番さん、江戸川先生どうぞ。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1番江戸川です。9番さんから始まりました。回ってきましたね。私は占い師です。7番さんが白村人陣営と出ました。よってそれ以外からに狼を探していこうかなと思ってます。9番さんの印象なんですけども、信仰、感情、印象論、まあそれなりのことを述べられていましたが、特に色落ちはしていないですね。9番さんの発言から黒なのか、はたまた白なのか、そんなことは分からなかった。まあ、占い師としてのお願いは、二日目以降に役職は全部出てほしい。これ占い目線めちゃくちゃ助かるんですよね。占い師に関してもそうですし、ライン考察についてもそう。なんで二日目以降の役職は全て出てほしいというのがお願い。あとは村人陣営の、まあ、素直な釣り位置、これを聞かせてほしいと思ってます。よろしくどうぞ。以上。二番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。村人陣営でした。で、9番さん、まあ、トップバッターで進行論を話してくださいました。まあ、特に色落ちはない感じですね。印象も良くもなく悪くもなくといった感じです。で、1番さんが占い師で7番に白らしい把握しました。で、1番さんが2日目以降は役職、フルオープンしてくださいみたいなこと言ってたんですけど、まあそれは太鼓が出なかったらもう、まあ、もちろんそうするべきだと思うんですけど、まあ、太鼓がまあ出るかどうかまだ分かってない状況なので、まあ、それは、まだどうかなんとも言えないなと自分は思ってます。まあ、2周目発言のしっかりしていきたいと思います。以上です。3番のプレイヤーは
発言してください。はい、おはようございます。9番さんから始まりまして、1番さん占い師、7番さん白。9番さんはまあ進行論を語りつつって形ですね。まあ、とりあえず COCCO はちょっとここをルーマスが後で教えてくれるんじゃないでしょうか。で、1番さんがまあ、2日目以降役職全部ゼロ。僕もそれを賛成ですね。はい。まあ、しっかりと占い幅を狭めることによって、占い師がね、しっかり黒出しやすい環境を作ってあげる。これはまあ、役持ちの使命じゃないかなというふうに僕は常々思ってました。もう全くその通りです。全く共感です。はい、もう便乗です。はい。で、2番さんが2日目以降のやつ、ジャンジャラコンチャラ。正直、急にグレーの位置、急になんですけども、正直、うん、この発言で、あ、ここが黒っぽいなというのは特にない。色落ちしないという印象ですね。ただまあ、印象で語るとすれば、9番さんが可愛かったっていう結末でした。はい、4番さんどうぞ。4番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。村人陣営です。そうですね。うん、9番さんから触れていきましょうか。僕9番さん結構そのまああの進行論って誰でも言えるっていうのはあるとは思うんですけど、とはいえやっぱその9番さんの位置で言うと後半の人が色を伸ばし色とかつけてくれないとやっぱ考察できないんですよね。なんでその9番さん考察しようとしたいっていう、まあ、ちょっと欲みたいなのがちょっと見えたかなと思っているので、僕はちょっと印象はいいと思ってます。2、3はそこに対して色は特にない、印象は特に何度もありませんっていうところで、あんまり探してないのかなってところで、9に比べると2、3の方が印象が悪いなとは思っているところです。で、1番さんに関しては、まあ、2日目で役が出てほしいということで、まあ、僕もそれには賛成かなとは思っているんですが、うん、そうですね。まあ、今後対、こういうことがどう出てくるかって言って変わってくるかなと思うんで、まあ、その場面一周動いてからで考察していけばいいかなと思います。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師 CEO をします。9番さんが白と出ました。9番さんが白です。で今日グレラになると思います。あ、でその前に対抗1番さんは、そうですね、まあ、強靭か、人狼かはちょっと現状はわからないですかね。そうですね。で、2、3、4触れてきますと、まあ、2番さんは、特に色落ちはなかったで、3番さんと1番さんでちょっと自分、目線ラインが見えました。その進行論の点でですね。まあ、役職仕様に関しては状況に応じてだとは思うんですけどね。うん、で、まあ、必要であればその時にやればいいんじゃないですかね。明日必ずしも役職仕様しなきゃいけないとは、自分はあんまり思ってないですね。そんなところですかね。まあ、4番さんは特に印象なかったです。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、1番さんが7番さんにしろで、5番さんが木場さんにしろ。で、グレーの位置が234で2番さん、1番さんが、2日目以降にはもう全部出てくださいよと。自分あんまり乱視をやらない、あんまりやらないですよね。2日目以降にはもう完全に出る感じなんですかね。そこは2人いたら、まあ、そこはねちょっと自分は分かんないですね。で2番さんも多分俺と同じで不老分ならね一緒に出るって感じなんですけど、2日目以降出るっていうのはちょっとそこは分かってないのかなって感じで、3、4はあんまり印象ないんですけど、3番はちょっと1番にちょっとすり寄ってますよね。印象が同じで、3番さん9番さん可愛かったかな、声おならっぽくなかった。3番さんちょっと印象悪いです。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私が5番さんが9しろっていう前に疑ってたのは9番さんと2番さんですね。9番さんはちょっとたどたどしすぎて考えながら言ってる狼かなと思いましたが、今日は釣り位置ではない。で、2番さんに関しては1番さんは2日目以降の話をしてるんですね。2日目以降全部役職出てほしいって言ってるのに、なんか対抗出たらどうとかって、それって1日目に対抗出るかどうかなってずれてるかなと思いました。2が怪しいと思ったんだけど、じゃあでも逆に2の立場からして1が真かもしれないのに、私が村だからね、私が囲われてることはないので、2からして1をあの時点で占いに異議を唱えるのは、うん、狼としてやらないのかなというのはちょっと迷いどころですね。あと4番さんが9番さんのことを明らかにかばったというか白く言ったのは、私はその4番の挙動は村かなってちょっと思いました。で、消去法なんですけれども、
消極で2番のなんか口論にちょっと乗っかりに行った6番か、またはもう完全に1に乗っかりますって言った3番かが今怪しいかなと思ってます。で、占いの話をしますと、私は別に白もらってるからとかじゃなくて1が新っぽいなってちょっと思ってますね。どこか5番さんに違和感あったの、さっきの13ラインが進行論の点であるって言ったけど、それは13狼だったらありえるし、あとなんだろう、もし13で把握してのね、狂人を把握してのラインであれば、7がね、その時点で発言ないとしても7が狼で1に囲われて、そこの37狼1が狂人っていうラインを見に行くならわかるけど、そうじゃなく13ラインを見に行ったのは謎だと思ってて、私は結構強く1進だと思っています。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営 CEO なしです。まあ、とりあえず1番さんが7番さんに白、6番さんが、9番に白かな。はい、把握しました。で、そうですね、まあグレーに触れていくと、まあ俺割と印象良かったのは3番さんですかね。っていうのも、まあ俺も9番さんのこと可愛いなって思ったから、まあそう、ただそれだけなんですけど。で、結局、まあ結構3番考察してないとか、可愛いとかっていう発言無駄りないとかっていう意見も多かったんですけど、初日1巡目なんて結局移動しないんですよね。皆さん自分の考えとか各々の考察しているだけで、結局移動なんて落ちないから、そういうところでも3番さん結構落ち着いてるのかなっていう印象。でね、あ、俺もちょっと追加します。7番さんが一心っぽい。確かにわからなくはないんだけど、俺はまだわかんないですね。発言内容的には確かに1の方が伸びたけど、全然進行論だったり、こういう発言は全然人外側でもできるんで、俺は全然フラットですね。今の段階では。ただ7が狼で1に囲われたっていうのはあんまり追えないかな。なんでかっていうと、そこまで露骨にライン出すように見えなかった。7の発言聞いててね。この人狼やったらそんなに露骨にライン出さなそうって。むしろライン切るぐらいまでしそうくらいに思ったからね、俺。だから7番はまあ片白だけど最初に置いてる、今のところね。まだ今のところの発言ですけど。なんで俺の中では2、4、6かな、とりあえず釣りたいところは。5番さんはね、なんとなくというか、まあ本当に9番の言ってたように印象論になっちゃうんですけど、俺も。声が聞きやすかったりとか、まあ印象良かったですね。全然色は落ちないけど。全員色は落ちてないんですよ、結局。色は落ちてないけど、ただ単純に声が聞き取りやすかった。そんだけですかね。はい。また自分も2巡目考察頑張ります。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。しました。そうですね。7番さんはおそらく囲いの線ないと思います。私の目線と近いのでね。5番さん、若干私、新目下がってますね。理由を言いますと、7番さんに言われちゃってるんですけど、1、3ラインがうっすら見えました。確かに3番さんは、1番さんにすり寄った感じがありましたけれども、1、3ラインっていうのは、1番さんが狼で出ている、ということでしょうか。で、あなた視点だと、1番さん狂人もしくは人外だと思う、人狼だと思うんですけれども、で、その1、3ラインの理由が、例えば3番さんが1の進行論にのと同調しているからの1、3ラインっていうんだったら、あなた目線は1が真っていう、真っていうのが見えてるんじゃないですかねっていうところで、若干5番さん強靭目高いのかなっていうところなんですよね。で、それを指摘した7番さんは割と、囲われてないというか、白、村人なのかなっていう印象です。で、2番、で、あと5番さんね、2、3、4の、印象がないって、一括りにもグレー精査をしなかったのがちょっと印象悪かったですね。4番さんは2、3と印象がない、印象がないっていう流れを断ち切って、私の印象がいいって言ってくれたんですけど、ここで、占い師が、2、3、4の印象がないって、まあ、切り捨てたのがちょっと示さかった。ああ、もうなんか占い師に触れすぎた。とりあえず私怪しく思ってるのは3番さんと、6番さんですね。3番さんは、1番さんにすり寄ってました。確実にね。6番さんは、なんて言うんだろうね。声のトーンがすごく低かったんですよ。狼引いちゃったのかなっていう印象です。1番のプレイヤーは発言してください。
はい、2周目ですね。5番さんで占い師を、9番に白出しした盤面。まあ、9番さん、片白に関してなんですけども、囲いがないような気がします。5番さん殴りに終始していたんでね。まあ、ここ囲われたとしたら、5番さんの締めそこまで下げなくてもいいと思ってます。まあ、9番さんに対して3番さん、8番さんが可愛い、6番さんがおならっぽい。まあ、こんなこと言ってますが、私はどちらかが死んだと思ってます。どちらとは言わないですかね。釣り師としては、2番さん、6番さん、このあたりを挙げておきます。6番さんに関しては考察あまりよくわからなかった、伸ばしているだけかなと思いましたね。8番さんの考察が一番村っぽかったように感じましたね。率直な意見を述べているような感じでした。2番さんに関してなんですけども、フルオープンの話、対抗が出る云々かんぬん、そんなことはどうでもいいです。2日目で出てほしいというのは私の意見なので、新芽を下げに来たように感じた。なので釣り字は26以上。26?2番のプレイヤーは発言してください。聞こえますか？聞こえますか？お願いします。聞こえますか？聞こえるかな？聞こえますか？聞こえますか？一つ気になったことがありまして、9番さんは割と自分と考えが近かったんですけど、ただ最後の、9番さん236で怪しいって言った、36356だったか、356か36どっちかで怪しいって言ってたんですけど、6番さんが、若干自分的には、自分に便乗してきたかなというふうに思いました。その1番さんが言ってた2周目以降の、役職オープンっていう感じでの話で、で、それなのに自分を含めなかったのがちょっとあれって思いました。で、5番さんの、気になったところ、まあ占いだったら、1番さんの方が今のところ死んで見てます、自分は。で、5番さんが、その、そう、13ラインって言ってたところが、気になりました。なので、それを指摘したら7番さんも相対的に白く見えた。3番のプレイヤーは発言してください。僕、正直な話、ここで8番さんが、1番さんの発言で8番さんが1番村っぽい。俺、正直な話、8番に今黒マークつけてたんですよ。8番さんが言ってたのが、7の囲いがなくて、246がズリーチかなっていう。で、僕のこと単体印象がいいっていう形で、釣り1、そこまで黒1を上げてるわけじゃないんですよ。消去法で246って言ってるだけなんですよ。で、これは8番さんで言うと、あまりヘイトをぶつけたくなくて、グレー1、4つしかないですもんね。2、3、4、6。で、3番さんだけ白いっつって、あとグレー1、4、6、2。これ普通に言ってるだけなんで、俺全然8番さんは黒く見てた。で、1番さんがこれを村っぽく見えた。だから俺、あれそういう目線あるんだっていうふうに斬新だなと思ってて。で、8、9、1は7の囲いがない、囲いがない。俺全然あると思ってたんですよね。まあ確かにここまで5番さんの印象を下げる必要あるか。確かにそうだけど。逆にじゃあ9番の囲いの線も全然僕追ってますよ。7、9両方の囲い全然追ってる。で、8番は単体に俺の中で普通に黒い。で、2もそうなんだよ。2も9に釣り寄りでしょ？で、今僕の釣り位置的には8にいて考えてますね。2番さんの正直色がちょっと見にくかったんだけども、9番さんと意見が違う。ちょっと難しいなぁ。まあいや、僕的には8にあるんちゃうかなって思っちゃってるんだけどね。8にあるんちゃうかな。だから囲いの線も全然捨ててない。あるとしたら、7は単体で多分浮いてるから単体精査をするときに多分白くなる。ということは9の囲いの線をちょっと追っていこうかなというふうに思う。8、9、9、2。どうしても2番がね、8と9とラインがあるんだよね。だから今日の釣り時サイクロは2番、時点で8番、9番は可愛い以上です。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ3番さん言ってくれたんですけど、結構僕も3番さんと近くて、8番さん最初黒で置いてたんですよね。というのも、7の話をしていて、結局グレーに触れず、まあ釣り位置を上げていくだけっていう、最後の位置にしては、ちょっと考察すぎんなっていうのが8番さん。で、6番さんは、これ進行どうやるんですかみたいな感じで、まあなんかそれだけで村っておくのはあれなんですけど、まあなんか、
普通に皆さんにお任せしますよって感じのムラな余裕な感じはしたんで、僕6番さんそこまで怪しいとは思わなかった。でそこに対して2番さんが結構6番さん怪しいって言ってきたところは結構怪しいので、僕も3182です。で占い師で言うのであれば、5番さん、31ラインがあると言ったにもかかわらず4の印象がなし、僕は9番に印象いいと言っているはずなので、5番さん視点僕って結構印象良くならないんですかね、って思いました。5番、4番もよくわかんない、ね、どこは発言してください。はい、発言します。そうですね、まあ印象はフラットでしたね。まあ印象いいって言いましたけど、まあフラットでした、あの時点では。でグレーに触れてきますと、今と白いのは37、黒いのは224ですかね、24で見てます。3番さんが白いのは79の囲いをちゃんと見てる、広い視野で人狼を探そうとしてるっていう視線が白く見えました。で7番さんは僕の方の身命を下げに来た、まあ最初はちょっと人外かなとは思ったんですが、ただ、もし人外であれば、占い師に、最初から決め打ちするような形で伝えてくるってことはなかなかしないかなと思って37、で4番さんが3番さんの完全に便乗っていうところで4番さんで、2番さんは単体で黒かったなので24を怪しめに見てます。6番さんは、発言聞いて考えます。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。まあ1周目はね、3番14にちょっとすり寄って、まあ死んだら占われたくないかなと考えたんですけども、まあ目線的な3、4が8番が今日の釣りしたと、自分も8番、それなぜかというと、まあ3回4回言ってたんですけど、その黒い位置を上げてないんですよね、この一番最後の位置で。なんか5の声のトーンとかね、そこを上げないのは、で2番さん。2番さん全くどこを釣りたいかわからない。もう今日は28で28、5が9で17ですね、234で今日は34は目線的に同じなので釣り師ではない。まあ28、まあ8番の意見次第で決めます。今日はで2番釣り位置上げてないですよね。2番釣り位置上げてない。8番は上げてない。以上です。今日は28いきます。やばい。7番のプレイヤーは発言してください。やばい。やばくないよね。そうですかね。私は6番さんが3番さんか4番さんに守られているように非常に感じたんですけど、どうなんでしょうか。まあでも3、4、6の中に絶対に村は1人いるので、本当に2、8が釣り位置だと思ってる村もいるんでしょうけど、そこに2人がいる可能性結構高いんじゃないかなと私は思ってしまってまして、その視点で言うと、最初に8を怪しいと言い始めた3は本当に自分の頭で考えてる気がするので、俺になる。であれば消去法で4、6でどっちかっていうとそのキーとなる6を釣るのが私はいいんじゃないかなと今のところ考えてます。で1周目は1番さんの方がねすごく新芽高いなと思ったけど、5番さんの釣り位置であったり考察が結構悪くないなと2周目思ってしまったので、ちょっと戻ってきましたね。特に5番さんが37白って言って私を白で置く蓋然性が低いというか、私って一番黒出しやすいところなんですよ、5が偽だったら。なのにそこを白く見たっていうのはポイント高いですね。まあ1番さんも9を白く見てたんで、そこは対等といえば対等なんですけれども、ってことで普通に怪しいところを怪しく言ったように来るので、ちょっと5が芯もあるかなと思い始めてしまいました。うん、今日私はそう今ね、2切れてんだけど2と6は怪しいと私は思ってしまったんだよね。まあ、8番さんここから先の発言あるけど、3、4、6の3人ともが2、8、釣り位置って言ってるのは非常に気になります。私は6がキーポイントで、それをかばってる狼が3か4にいるんじゃないかという推理でおります。以上です。2、8が7をかばっている。8番のプレイヤーは発言してください。はい、いろいろ話したいことなんで追加します。まあ2番出てもらってよかったですね。とりあえず俺は6釣りめっちゃ押したい。なんでかっていうと、まあ今言った7番さんの言う通りですね。まあ3番さんから始まって2828で6番さん最後の一押し、今日は28、今日は28って連呼してるんですよね。俺めっちゃ怪しいなこの人って思っちゃった、正直6番のことね。で3番さんに関してもはっきり言って28ラインあるなって言ったんですけど、俺2番一応釣り位置上げてるし、全くラインなかったと思うけど、かけらも、どこともラインないと思うけどね、俺はっきり言って。
あるとしたら、まあ、9番とか1番なんじゃない、うん、俺がラインがあるとしたらね。で、うん、確かに3番の言う通り分かるよ、うん。うん。囲いも全然あるよ、そりゃ。うん。当然ね、占い師2人出てるわけだし。だからといって、今日釣り位置じゃないでしょ、片城。2、4、怪しくない、うん、じゃあ5番偽っぽいから、もう5番の新規、ね、って、今日9番でいいから釣ろうとかってなんないでしょ、普通。普通は何で言わないでしょ。だからそこまで片城に触れる必要ないじゃん。ハント出てよ。で、片城2人除くとさ、もう釣り位置ほとんどねえんだよ、はっきり言って。2、3、4、6しかねえじゃん、俺。うん。だって占い2人出て、片城2人出て、俺の目線からしてはっきり言って。で、3番さんだけ外したら、だって2、4、6で3位置上げてねえって。なんでそうなるのか分かんない、はっきり言って。うん。それみんなそうじゃない？それ言ったら。俺だけじゃなくてって思うけど。うん。俺はね。ちょっと待って。2番は？ちょっと、塩しすぎなんだけど。ハンター対抗？何？どっち入れやいいのこれ。どうすんの今日。ハンター、決め打ちだね。ハンター決め打ち。狩人 CO？もう2人 2だろ、2個。ちょっと待って、とりあえず、俺はすんなよ、マジで。え、ちょっと待って、ハンター2人出てるんだったら、ハンターからすればいいんじゃないの？普通に考えて。2、4だね。だよね。2だね。どっちか入れます。まあ、2でいいか。はい、以上。8、黒いね。投票を始めてください。ありえん。まあ、2がハンターなら4番打ってくれる。わかんないけど、なんでハンター対抗出たのか、4番も 2番もどっちか、なんでハンター出たかわかんない。なんで4。2番。のプレイヤーが選ばれました。死んでくれ、このまま出るか。2番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。目を閉じてください。8番さん。7番はちょっとミスリードだったな。28って言ってたのに。もう意味がわからないよね。2番なんて全然黒い字上げてないんだよ。釣られてもしょうがないだろ、あんなの。そこを7、強引に俺持ってこようとしたからね。誰か逆が入れてる。4番に入れてる。7球。7めっちゃこっちが怪しんでるね。9か。占い狼？あー、2番が狂人。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。うん。はい。8番。黒出てくる？のプレイヤーは発言してください。1番さんは8黒。マジか。1番偽か。おい、5番しっかりしてくれよ、マジで。でね、ちょっと追加するわ。うん。今日何どうすんの、釣り1。俺釣って、待ってよ。2が偽じゃん。だから俺釣って、あれか。じゃ、ちょっと待って、みんな多分俺釣りたいって言うじゃん。だから、ちょっと俺の話聞いてからにして、とりあえず。で、まず、俺の、生まれた頃の話をするね。じゃあほんとこれふざけてないから真剣に聞いてね。俺の家は宮城県の神社で生まれたのね、俺。うん、神社の神主の息子なの、俺。で、俺は生まれた時からまず人が思ってることがわかんの。あと、人々を危機から守る力。で、あと、悪を打ち抜く力。この三つの力を持って俺は生まれてきたんだよ。で、俺がわかったのが、俺しかその力を持ってる人がいないわけ。で、その力、三つの力のことを何て言うかっていうと、占い、狩人、ハンターっていうのね。で、俺しか持ってないから、その力を。だから、1番偽だし、で、4番もハンターって言ってるじゃん。で、俺がハンターだから絶対違うし、で、7番いなくなったけど、それも俺が狩人だから違う。うん。俺ほんと全部だし、じゃあほんとみんなみたいにゲームの小さいルール、一人役職一個前とかそういう小さい型にはまるような男じゃねえから俺、ほんとに。あ、占い結果ね。占い結果は、1番人狼、4番人狼。うん。でね、5番はね、ふざけんぼ。うん。で、7が狂人だわ。うん。だから1吸ってくれ。うん。以上。9番
のプレイヤーは発言してください。今のは自白と捉えてよろしいんですよね。おそらくもう2で陣の1陣の連れてるので、ここは8つって、もし終わらなかったら1つっての流れでいいと思います。もう9割5分8つで終わると思いますね。ね、はい、大変ありがとうございました。1番さんよろしくどうぞ。2発当ててるの。1番のプレイヤーは発言してください。はい、8つって終わらなければ5ついで終わりです。うん、八幡さんが言っている悪を打ち抜く力ですか。それ八幡さん持ってるんですよね。確かに持ってますね。自爆できますよね、八幡さん。うん、なんでその力を発揮してもいいんじゃないですか。それを発揮しないということが5、8の黒を匂わせてるんですよ。かなり絶望的な位置ですから。八番さんは5番さん真なんですよね。そしたら5番さんの白出し、6、9。で、4番さんがハンター、8番さんは3番さんを押すべきでしたね。うん、目線がかなり限られているので、その打ち抜く力見せていただきたい。以上。3番のプレイヤーは発言してください。いや、今日はごめんなさい。おそらくこれ8番さんが全役信用してるので、僕目線だと1、5、4。7、破綻なんですよ。つまり8番を新軸で捉えるとしたら、1、4、5、釣りで。で、そうですね。8番が破綻してるよ、逆に破綻してるよっていうのと、今日は8番釣りですね。いやー、今日釣り先ちょっと悩むんですけど、はい、とりあえず、8番さん、アーメン。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね、ちょっと今日朝起きたら、なんか、僕銃持ってたかわかんないんですよね。うん、昨日までは持ってたはずなんですけど、なんか銃がどっか行っちゃったんか、もしかしたらこれ8番さん銃盗まれたのかもしれないんですけど、まあでもちょっとあれ盗む人は嫌いなんで8番さん入れます。5番のプレイヤーは発言してください。そうですね、占い語りしていました。すいません、ちょっと6番さんの反応を見たかったので8番さん白と出ました。8番さんは白です。なので今日は絶対1番さん釣りで、6番さんの反応を見て6番さんにも入れるかもしれないですけど、今日は絶対1番さん釣り、8番さんは白です。白確定です。以上です。6番、はい、まあ3、4、6発言してください。俺たち3人なんて言いました。2、8ねえ、7番さん、あなた強引に俺を釣り押そうとして危なかったからね。俺なるのかと思ったよ。強引にされるのかと思った。なら囲われてるのかなと思ったね。3、4番さん、2、8でどう考えても黒かったよ。2、8はマジでこれ見かけたらね、俺こうやって村人を導くから信じてね。俺8番いきます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。さあ終わるのかな、これで終わるのかな。さすがに5も自白みたいにしてたから終わるか。8番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。